では続きから遊んでいくでござる。前回このおばばにあのタコの使い方を教えてもらったが、あちらに行くついでに小太郎にちょっと会いに行くか。小太郎に会いに来たでござるよ。さて小太郎、真っ白ど、あ、真っ白いお花、こちらでいいでござるか。真っ白い風車、真っ白いお花とはこれか。これか。あ、お、ああ、それは、お、思い出したぞ。一体何を思い出したでござる。皆は、オチの巫女様たち。そうか、オラは真っ白い風車を取ろうとしたのか。あの子の分の風車を。何言ってるでござる。なあ、お主、あんた、一つ頼みがあるんだ。なんだ。オラを神隠ししちゃくれないかい。神隠し。なんだと。オラ実は知ってるんだ。あんたは忍びなんだろ。なんだと。坊様たちが言っていた、忍びは神隠しができるって。何故。神隠しした先に皆のもとに。何せオラはなあ。よくわからんな。ひとまず承知すると。わかった。おお、よし、それじゃあやってくんろ。何、どうしろってんだ。神隠し。あ、今装備しているな。拙者はちょうどそのアイテムを使ってみるか。神隠し、ほい。わー、小太郎、どっかに行ってしまった。赤い風車を渡すこともできたが、もしかしたら話はこれで変わったのかもしれないな。では次はタコ揚げに行ってもいいが、ちょっと前回の、巫女のいたそばのまだ行ってない場所、そちらに行ってみよう。そうだ、前回、あの猿たち、あれを倒して、これを入手したんだ。屏風の猿たち。元老は生死の狭間にある、オチの巫女たちの、亡き魂も、たゆたっており、屏風の猿たちに宿り、動かした。あの猿たちは、オチの巫女の、亡き殻、魂か。これで、攻め力が強化。では、千宝寺の、本堂に飛ぶでござるよ。目標はこっちの前方でござる。ここが暗いな。色味を変更して、まずは奴を倒したい。こっそりやるか。ちょ、時間がかかりそうなので、強引にやろう。貴様切る。無理やり、忍殺。この奥に一体何があるんだ？あ、また暗い。なんだりゃ。足元に霊の奴がいるな。サムライスピリッツゲイアンの小型版がいるでござるが、こいつら無理やり切る。臨殺。まだセーフ。あたたた。距離を取ると、一気に近づいて、貴様を切る。もらった。まだいるか。あっとっと、こいつらなんか投げてくるのか。近づいて、燃えてしまったか。よいしょ。これでここはクリアか。何もなし。さらに奥に進んでみるでござる。ん？何も見えない。下は明かりがあるな。ちょっと行ってみるか。よっ。ほっ。お、大丈夫だ。どこでござる、ここは。真っ暗すぎる。上に道。こちらどうだ。何かいそうでござるな。暗すぎる。水。奥には何やら光る何かがあるぞ。あら、なんだ。おう、巫舞風船。こちらに、どっかに戻るそうでござるな、これは。まず一気にやるか。ピッサル切る。結構数多いな。よいしょ。
ちょっと燃えてしまったか。問題なし。これはみんな死んでるのか。まさか全員が、オチの巫女。あら、奥にちょっとした、一人だけ違うでござるな、着物が。着ることはできない。現在ここに来ても意味がないのか、もしかして。あそこになんか登れるな。あれはなんだ？よいしょっと。まだ上があるようだ。どこかにたどり着いた。ここはどこでござるか。あちらには、片城かな？これは入れそうでござるな。何があるんだ？さらにアイテムでござるな。ぬ、先方寺憲法の伝承。先方寺の者は憲法を収めて、功徳を積む。法とは教えのことである。己の身一つで、仏敵を打ち倒すためには、剣と法どちらも欠けてはならぬ。だが今や、先方寺は死なずに囚われた。法は失われ、その拳もまた、歪んでいる。ああ、これは新たな、スキルではないか、もしや。スキル。今のとこここには、なさそうだな。スキルを習得で、ああ、使えるようになってる。拝連剣。これは体術を使えるようになるんだ。面白そうでござるが、ポイントが2必要。次はこれを覚えてみるか。では早速、傀儡の術を使ってみよう。どうすればいいんだ、傀儡は。敵を背後に印刷した後、RB。印刷。さらに RB、傀儡の術。うわぁ。これでどうするんだ。命令を出せるのか？お、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 いった。タコを上げていく。拙者はこのうちにもしかして、向こうに行く必要があるのか？そんな感じをするが、どうだろうか。これがいつまで持つかだな。さて、どうかな？タコは？あ、タコはあそこまで登っている。あの木の上か？行けそうな場所は。登ってみよう。このでかい木を。こちらに、登る。あ、行けるぞ。タコに飛び乗って。お、おー、おー、すごい。めちゃめちゃ飛んだな。なるほど、傀儡の術は、結構ずっと持つんでござるね。来たはいいが、どちらに行けばいいんだ。あそこはへばりつけるようだ。しかしな、これがどうだ？登ることは叶わぬ。飛びつつどっかに、陰縄が行けるかもしれない。やってみるか。ダッシュジャンプ。どうだ？ほ、ああ、今来た。ああ、よしよしよし。いや、危なかった。なんとかなるもんだ。へばりつく。次は向こうか？あの下に、謎のなんか布があるでござるよ。あれって何を意味してるのか。ふう、鍵縄。こちらに飛んで。これね。まずアイテム。この洞窟入ってみよう。何があるんだ。仏を発見。ではこちらの奥に行ってみようか。下には足場がありそうだ。身部風船。いけそうだな。よっ。落ち田に送ろうか。また雪の寒い場所に出たな。ここに立つと何が見える？あ、下にいるじゃないか。あれが柿だというのか？蛇はやはり一匹でないようだな。なるほど。先ほどの垂れ下がっていた布のようなものは蛇の脱皮した皮か。そういうことでござるな。あいつは落下蹴りか？やってみるか。はい。忍殺。おお。ああ、決まった。あ、こいつ、片目を失っている。以前、拙者が目を潰した蛇である。あの時潰していなかったらどうなるんだ。おお。すごい。あ、蛇神を打ち倒した。
生の蛇書き、実績のロッカー解除。柿のように赤く染まった主の白蛇の神宝。主とは土地神、神宝とは神たる御心を宿す像である。姿形こそ柿によく似るが、蛇書きは赤く実った神の像だ。神を喰らうなど人の身にとっては毒となろう。これ一体何つかぬござる。どこかに到着したが、ここは来たことのある場所はな。ああ、ちょっと待って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 、ちょっと今がないだろ、ちょっと。ああ、生きてる。あ、ここも、蛇のいた場所か。そうだな。ちょっと上がまた気になるんだが、落ちてしまったけど。アイテムを使おう。帰り仏。なぜこの蛇の心臓を手に入れたのか。理由わからないが。まあいいだろう。こっからまた降りれるか？どうだ、死にそうな感じがする。やっぱり。うわぁ。支え無理があったか。これで蛇書きを手に入れたが、再び米はもらえないものか。話してみよう。忍びようこそ。米を授かる。忍び、お米が豊かに実りました。やったぞ。さあ、お手を。ありがとう。豊穣を。いただき申す。かたじけない。お米は、また、さようなら、あなたの言う。では次は、しじざるのいた場所。あそこのおばばに、米を渡そう。菩薩谷。今なんかローディング中に説明があったが、鎧を着てるものは、仕込み槍で倒せると。槍を使えばなんか、鎧を剥がすことができると書いてあったな。以前の甲冑を着たボス、あいつはもしかしたら槍で倒したのかもしれない。一つは生巻き、もう一つは干し柿。あっちじゃ。では米を渡そう。米だ。おお、ありがとう。お告げを頼む。また相変わらず、うまそうに食ってるな。干し柿を欲するならば。猿回し。猿回し。猿を踊らせ。干し柿を欲するならば。猿回し。猿を踊らせ。全くわからん。猿を狂わせることはできるが、踊らせるとは一体、そんなスキル持ってるでござるかね。猿回し。でもやっぱりこれしか考えられないな。獅子猿を倒して、手に入れたこの指。猿と蛇は天敵のような感じもするが、やはりこれを使うのは正解か？しかしどのタイミングで使うんだ。とりあえず再び向かってみるか。あの蛇神の住処に。再びこちら、猿のいっぱいいる場所に来たでござるが。とりあえず指笛。ああ、あれ敵か。なるほど。これで猿が狂い始めた。しかしな、狂わしたところで。で、とりあえずここは指を鳴らして、あの白猿、あいつを空腹にして連れて行ってみよう。ついてくるかどうかわからんが。回り込んで、忍殺、空腹の術。どうだ、これで奴は来るか。お、来るな。よし、一緒に来い。こっちだ。こいつをやはり犠牲にする方向かな。まあ、行ってみよう。あれ、来ないな。こちらまで。あ、死んでしまった？猿が。ああ、なんてことだ。ここまでの命だったか。じゃあここはまだちょっとわからないので、違う場所に行ってみよう。こちらはチュートリアルの、死なずの半蔵がいるが、こいつが殺せてしまうのか。試してみるか。そこもとの背中の。あ、やはり反応した。王たち。それは。ビビってるでござるな、半蔵。拙者は貴様の背中でござる。不思議だ。なんと、ならば、不思議で。何？我が死なずを立ってはくれぬか。貴様の望みか。いや、まだな。しかし、教えてほしいことはあるかもしれないが。承知した。承知した。かたじけない。そこもとの腕ならば、
の？ああ。任せろ。劇場殿にも次に底元が来るまでに。ん？まだか？なるほど。次に来た時に切ってくると。今ではないのか。いけるじゃないか。ほら、行ってみますぞ。ちょっと今やるのは残酷すぎるか。しかし、やってみるか。おお、いけるけど。あ、まだやらせてくれない。なるほど。再び、主将の元に戻った。戻ったでござるよ、ショーン。狼。不思議にございます。それが。はい。先方寺の落ちの巫女より授け。落ちの巫女。先方寺の者たちは、僧を捨て、その末に生まれた。それが。偽りの流因。待て。はい。多くの落ちの巫女が作られ。流因は、授かった不思議があれば、これで。源の好機に、不死立ち。御意。さて、どうするのでござる？おう、新たな手がかりを見つけたぞ。新たな手がかりでござるか。石。石とは。これを見てくれ。なんでござる？読めぬな。好機の石。アシナの底の村に祀られたり、身を投げればたどり着けようもなし。これで源の好機、揃うたり、戦況へ出立の時ぞ。これは。源の功を求めた者が好機を放つ石が、ま、ですが。アシナの底でござるか。傍らの、お主が落とされていた、あの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると、あるいは、探ってみる。ああ。身投げ場について話す。もうすでに、行った先でござるな。身投げ場、そういったものを見ました。それは一体。ステローの奥に、そこの見えぬ大穴があります。そこにいた老婆が、その穴に身を投げようと。うん。はい。鳥居をくぐった方向から、試しに。わかった。もう一回話してみるか。戦況に至れた狼よ。なあ、そなた。残り画を描いていない。いいえ。そうか、かすかだが。何か香るようでござるな。どれどれ。桜。特にこれ以上はない。